初のモーニングルーティーンでございます。ちょっとおしゃれに撮りたかったんですけど、寝起きはもうしょうがないですね。もうこんなもんですね。リモコンで電気をつけて、で上ですね、ロフトの上で寝てて、小窓なのであえて遮光カーテンとかつけずに、もう明るかったら強制的に起きるみたいな感じにしてます。エステプロラボさんのファストプロウォーターをまず朝飲むのが日課ですね。そう、ふう、あ、これね、腰を伸ばしてます。腰を伸ばして、ストレッチというか、ヨガみたいなおしゃれな感じではないんですけど、自分のちょっと状態を確かめてる感じですね。はい、これね、腰クリクリ回して、この腰回しの状態で今日一日どうかなみたいな、占いみたいなもんですね、自分にとってのね。で、お布団を綺麗にしてから出るかなと思ったんですけど、今これ手にしてるのがですね、アムリターラのですね、これクレイなんですよ。ソフトクレイジェルウォッシュというもので、3分から5分塗っておくとパックにもなるんで、柚子の香りがね、もうすごいいい香りなんですよ。だからね、朝爽やかに目を覚ますことができますね。塗って放置してる状態ですね。で、これはベルセレージュというところの、歯磨き粉に、こちらですね、歯ブラシがね、いろんなカラーがあるのがお気に入りで、こちらの商品使ってるんですけど、これね、刃先がすごい毛の数が多いんでね、ソフトでいいんですよね。歯茎にも優しくて、でポップな色が多いので、すごい元気になりますね。さっきのパックを落としてるんですけど、いやだ、こんな雑なゆすぎ方してるんですね。ちょっと自分でも引きますね、これ。せっかくIKEA のね、葉っぱさんとか買っておしゃれに洗面所したつもりなんですけど、洗い方が雑すぎてびっくり。で、タオルは使わずにですね、タオルには結構洗い終わった後も雑菌が残っていることが多いということで、洗顔後はティッシュで拭くようにしてます。これはね、私が買ってるまつげパーマのお店のところで買ってるまつげ美容液なんですけど、張り越し用で、追いつかないこれはですね、アムリターラの新しいスキンケアシリーズで、玄米の中に存在するですね、細胞水を取り出したというね、非常に画期的なシリーズで、これはですね、電子の力で顔ちっちゃくするやつですね。キュ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 ッと、この後、自然乾燥してからこう手で押さえてギュッ、うわ、お前はどんだけ小顔にしたいんだっていうぐらい、うわ、恥ずかしいぐらい押してますね。うわ、すごいな、もう自分でコルギやってんのかっていうぐらい、うわ。で、これが先ほどのアムリターラの新しいシリーズですね、玄米のね、細胞水を取り出したというね。で、これすごいんですよ。これはね、ライス&グレープってやつかな、イノセントセラムだったかな、名前が。で、これがですね、私の大親友の田中美里ちゃんという女優さんが、アンバサダーを務めてます、ルーブルドーさんのですね、ソビルイという美顔器ですね。これね、すごいんですよ。お肉クリクリ挟んで程よく引き上げてくれて、老廃物流してくれて、で、頭のね、この先端のところにもね、ついてるんで、それで頭をマッサージしたりだったり、ツボを押さえたりで、これは、アムリターラのそのシリーズで、ライス&グレープ、これもそうで、ラディエンスクリームだっけな、名前が。これもいいんですよ、すんごく。これもですね、すごいもうリピート買いしてるんですけど、ブルーライトとかも全部カットしてくれるというね、優れものの日焼け止めですね。これもね、後でメイクする時とか、最後にパウダリーの方とかもあって、お化粧直しの時とかにも、その上から重ねることができるので、ブルーライトケアできますね。これすごい肌のキメも整うし、すっごいおすすめなんですよね。
で一応スキンケアが終わりまして、今私がこれ飲んでるのは梅小番茶と言いまして、まあ三年番茶に、梅干しと醤油とかを入れて生姜も入れてあるものなんですけど、まあ、作る方もいらっしゃるんですけど、私も結構こういう、まあ、ポーションタイプと言いますか、あのお湯に溶かして飲むだけのもの便利なんで使ってることも多いですね。でこれ持ち運んだりして外でも飲んだりできるんで非常に便利ですね。で、あの、まあ、白湯飲む方もいらっしゃるんですけど、私は梅小番茶を飲むことが多くて、で、胃腸を温めてからですね、このビコア東京メソッドさんね、トレーニングで通わせていただいてる山口恵梨香さんのところで買わせていただいてるこの、まあ、プロテインなんですけど、あの豆乳を入れて飲んでます。無調整豆乳を入れて飲んでて、で、炭が入ってるんで見た目結構みんなびっくりするかもしれないんですけど、真っ黒イカ炭みたいな感じになるんですけど、まあ、あの悪いものね吸着してくれて、あら T シャツがまだ濡れてますね、だらしないですね恥ずかしい。そう、こんな感じですね。色はこれはね、あのココアも入ってるんでね、あのこういうまた色が濃いですね。あの抹茶が入ってるタイプも緑茶が入ってるタイプもあったかな。私はこっちの方気に入りでいつも飲んでますね。すっごいゴクゴクいってるビールじゃないんだからちょっと恥ずかしいですね。うわすごいビールみたい、本当に大ジョッキ飲んでる人みたい。でこれはですね、朝ね、あの酵素を体に入れてるんですけど、玄米酵素さんのですね、こちらは肺元気というシリーズのスピルリナが入ったタイプですね。これも別の YouTube で上げてるので、ぜひあの詳しい説明を見ていただきたいんですけど、これをまあ大体朝2袋から4袋を飲み、で、まあ朝は排出の時間だと思っているので、朝ごはんをあんまり食べることがなく、こういう液体もので済ますこと多いですね。あと、まあ、これは顆粒ですけどね。でこれは、ファストプロウォーターは、これはエステプロラボさんのなんで浸透率がすごい良いので飲んでますね。これねリポシーと言いまして、これ結構ね芸能人の方御用達なんですけども、すごいのが、ビタミン C の、 あの高濃度点滴ってあるじゃないですか。あれ点滴と匹敵するぐらいの効能がこのポーションにあると。で飲んでます。で、最近ダイソンを購入したんですよ、新しく。で今この布団の用のヘッドがあるんでね、これで今吸ってるんですけど、ちょっとこの時使い方まだ把握してなくて、多分ねこれ引くよりも前に押す方がいいんだろうな。でもなんか誰かがもうね押さえててくれないと、なかなか一人でこう吸い上げるのって難しいですよね、布団がひっついてきちゃってね。ちょっとまだねコツをね掴んでないんですけど、あ、これは今メイクをしてて、これはあの新大久保で購入しましたクッションファンデですね、お気に入り。これねパタパタしてんのね、よく商業演劇とかであの時代劇とかメイクするときにお粉はたくとこんな感じなんですよ。その癖がついてますね。こんなパタパタ日常生活でしなくてもいいんですけど、で眉毛使ってるのはもうずっと同じ色使ってます。これね私ね、あのファンデ塗った後だから分かりづらいんですけど、アイライン と、アイブロウはアートメイク入ってるんですよ。アートメイク入ってるので、あのなぞるだけで楽なんですね。そう、アイシャドウね、さっきみたいなペンシルタイプで、でアイラインもペンシルで全部やるんで、すごいあのメイクが時短で楽なんですね。このブランド名だったり詳しくあの知りたいよっておっしゃる方は、ぜひとも以前の YouTube 探してみていただきたいと思います。ねこれチーク塗るときはね、にっこり笑って、ね、高いところに、これ鉄則ですよね。うん、でこれ私がなんで今ウェットティッシュを取り出してるかと言いますと、まつげのね、あのこれマスカラ塗った時にこう解くもので剣山みたいになってるんですけど、そこにウェットティッシュをこうやって差し込むんですよ。全部ブシューってブシューって差し込むと、これ引き抜くとね、あら綺麗、ほらこんな感じですね。これが一番なんか綺麗になるんでやってますね。マスカラはねこれ 2-1 の使ってるかな、あの真っ黒じゃないんですけど水でするんって落ちるんでお気に入りですね。でこの剣山みたいので解くと、うん、こ
この時ちょっとまつげパーマの直しに行ってないんで、ちょっとガタガタしてるからね、念入りにやってますね。さあ、そしてヘアメイクさんにメイクしてもらう時とかも、私前髪は自分で作るんですよ。で、いつもどうやって作ってるかというと、前髪につむじみたいのがあって、ちょっとあの根元から濡らして、後ろから大きい櫛で解いて持ってこないとパカって分かれちゃうんで、あとはもうドライヤーで根元重点的に乾かすだけなんですけど、で最近はもうハーフアップが、そうですね、お気に入りというか一番便利なんで楽ちんなんでやってますね。で、結んでからちょっと引き出して高さを出してから、ストレートアイロン、これ幅広のもうずっともう10年近く使ってるかもしれないな、これで2代目かもしれない。幅広のね、このサイズが私は楽なんですよね。まあ基本巻いたりすることないんで、基本はもうストレートでツヤ出しな感覚で伸ばして、で、ダムリターラの、もうリップクリームとかにもなるような、天然素材で作ったるワックスを、まあ、全体にちょっとフワフワしないようにまとめるっていう感じですかね。で、前髪とかも先っぽだけつけたりするんですけど、ちょっと束感出して終わり。で、これはですね、夜のうちに、まあ、洗濯朝仕上がるようにセットタイマーかけてるんで、洗濯が終わったものを浴室乾燥機にかけているという、とっても地味な絵ですね。で、これはですね、ちょっとあの毎日じゃないんですけど、トレーニングに行く日だったりとか、ちょっと時間がある時とかは、スープ作る。で、ベジセーフで必ず、お野菜もお肉も、お魚とかも全部、洗ってから私は調理するので、本当はね、バットとかに入れたまま、ちょっとつけて洗いたいとこなんですけど、もう瞬間的に汚れを浮き上がらせて取ってくれるので、もうスプレーして水で流すだけでも全然大丈夫。変な臭みは取れて、お肉の美味しい旨味成分的な匂いをふわって立ち上がるような感じなんで、おすすめです。これね、手が汚れないように片栗粉をビニールに入れて、そぎ切りにした胸肉を入れて、ちょっとまぶしてますね。で、これ沸騰したお湯の中に、まあ、チブニみたいな感じですね、あの硬くならないように片栗粉にまぶしてるんですけど、そう、これね、やると全然硬くならないのでおすすめですね。で、これは干し椎茸ですね。カットされてるものとかもあるんですけど、今日はこの原木のやつ使って、で、これはキクラゲ、黒キクラゲ、私大好きなんで食べてますね。干し椎茸がお肉の毒消しに良かったりとかする効能があって、まあ、必ずお肉食べるときとかはじゃがいもだったり干し椎茸とか一緒に食べるようにしてますね。で、蓋をして蒸しとくと。で、これは帰ってきてからポン酢で食べましたの図です。わー、地味ですね。これで私のモーニングルーティンは終わりです。初のモーニングルーティーンいかがでしたでしょうか。ナイトルーティーンも今回上がりますので、皆さんチャンネル登録まだの方はぜひともチャンネル登録していただきまして、お楽しみにお待ちください。最後まで見てくださってありがとうございました。バイバーイ。